今こそ自前の日本語憲法。今回の話題は憲法です。皆さんは憲法と聞いて思い浮かぶことは何ですか？難しい、自分には関係ない、考えたことはない、いろいろありますよね。辞書などでは基本的な決まり、国家存立の基本的条件を定めた根本的な法律、基本原理、原則を定めたものとあります。つまり国の基本的な決まりと思ってよいでしょう。さてこの憲法、我が日本国の歴史から見て問題点が多いのです。原案を先の戦争、大東亜戦争後に戦勝国アメリカの進駐軍 GHQ が作ったものなのです。大東亜戦争敗戦後の占領下に憲法の専門家が一人もいない GHQ 民政局担当者により1週間で作成された草案により、大日本帝国憲法を全面的に改正した憲法なのです。ハーグ陸戦条約など国際的なルールから見て違反です。次に内容、問題が山盛りです。例えば憲法全文、自国民の安全と生存は諸国民に信頼する。諸国民って誰のこと？そもそも日本語がおかしくないですか？第9条、自衛のために戦うことができない。戦力を持てない、交戦権がないって外国からの侵略には戦えないということ？これは普通の国としての権利がありません。自衛もできないって、強盗が入ってきても他の国が侵略してきても盗まれ放題、命の危険も大ありです。これらは日本の強さに手を焼いた米国の意思が反映されたものなのでしょう。憲法の改正もハードルが高く設定されています。このように今の日本国憲法については話題にこと書きませんが、素直な気持ちに戻って考えるべきことは単純です。ズバリ、この憲法で僕らの生活を守ってゆけるの？ということ。12歳の女子中学生が外国、北朝鮮にさらわれて助けに行けない憲法でいいの？漁家の方々が精魂を込めて育てたサンゴを外国、共産党支那、自称中国に略奪される憲法でいいの？日本の土地、大地を外国の軍人さんや戦闘機、戦艦が自由に行き来する憲法でいいの？皆さん、いかがですか？ではまた。